うん、マネちゃんはね、いつも発狂してるね。マネちゃんの話しようかな。マネちゃんの いや、マネちゃんはさ、いつもさ、すごいさ、スバルのために頑張ってくれてるしさ、めっちゃさ、いい人なんだよ。いい人なんだけどさ、うん、なんかもう多分めっちゃ天然なのね。なんか、すげえその、天然がいかんなく発揮されたあのことがあって、先週なんかね、そのマネちゃんがさ、いつもさ、おにぎり買ってきてくれるんよ、スバルが。例えばさ、朝からさ、夕方とかさ、なんか長いさ、お仕事とかなった時に、スバルのいつも ポカリとおにぎり2個をね、買ってきてくれるのね。で、それでそれ食べてスバルはあれなんだよ、過ごしてるんだけど、で、なんかこの前、なんだっけな、なんかの収録で行った時に、その、あ、スバルさん、これいつものって言われて、ありがとうございますって言って、で、こうやってね、そのコンビニのね、袋からスバルが物を取り出してたの。そしたら、なんかいつもポカリとおにぎり2つなのに、なんか今日、プリンみたいなプラスチックの容器入ってるなって思ったの。でもさ、プラスチックのさ、容器のものとか今までなかったからさ、え、なんか今日デザートついてんのかなみたいな。え、今日デザートついてんのと思って、なんか結構、わー、なんだろうみたいな感じで、こう、出したんよ。そしたら、なんか、梅干しの、しば漬けじゃないけど、つぼ漬けみたいなのが出てきて、わかる？梅干しだけが入った、その梅干しの、なんか、つぼみたいなのが入ってきて、で、なんかつぼっていうか、プラスチックのつぼみたいなやつ、コンビニにさ、売ってるんだよ。で、あ、えってな、えってな、え、なにこれってな、え、待って、これ何ってめちゃめちゃね、困惑したし、なんだったらそれが出た時点で、他のさ、一緒にいたさ、メンバーとかさ、そのメンバーのマネちゃんもさ、え、スバルさん何ですかそれみたいな。で、スバルもさ、いや、何でしょうねこれみたいな。何なんすかねこれって。でさ、なんかね、なんか疲れてるとか思ってんのかなみたいな。熱中症対策かなと思ってさ、でさ、もうあまりにも困惑、その場全員が困惑してたからさ、不安になってさ、マネちゃんって言って、で、これ何って、ね、この梅干し何って聞いたら、あ、これ今日、おにぎりを買おうと思ったんですけど、で、スバルいつも鮭と梅おにぎりを買ってきてもらってんのね。おにぎりを買おうと思ったんですけど、梅おにぎりがなくて、梅だけあったら嬉しいかなって。お前、めっちゃ可愛いかよってなってるんだよね。もう、バチバチに天然やんってな。いや、めっちゃ優しいんだよ。めっちゃ優しいんだけど、なんかちょっとね、天然というかね、で、なんか、スバルがさ、前にさ、そのさ、カードあるじゃん、カード。なんか、ホロライブのさ、チョコカードみたいな、プロフィールカードみたいな。で、そこに、スバルがいつも、なんか前に、なんか、好きなおにぎりの具は、みたいなところに、梅って書いて、梅しか勝たんって書いたんよ。で、それ、マネちゃん、持ち歩いてんの、スバル知ってたね。だから、その後にマネちゃんが、いや、スバルさんは、プロフィールにも、梅しか勝たんって書かれてたので、って。かわいいかよ、かわいいかよ、マネちゃんってなったけどね。あの時の、あれだった。あの時の、梅のつぼ漬けを出した時のね、困惑した空気はね、一体感をみんなに味わわせたかったね。すごかったぞ。スバルだから嬉しかったから梅食べてた、ずっと。で、余ったやつも家に帰って、ご飯と一緒に食べてる。スバルが悪いよね。これ、スバルが悪いの？これ。まあ、マネちゃんがね、優しかったよというお話でしたね。
ごま